J-WAVE ラジオドーナツここからの時間は東京東京フェスティバルクリエイティブファイル東京を彩るさまざまな文化プログラムの中からラジオリスナーの好奇心をくすぐるイベント展覧会などをご紹介していいきますはい、今週は東京芸術劇場でなんと144回を数えるというですねランンンチタイイムパイプオルガンコンサートこちらに注目します。 東京芸術劇場の前田慶三さんと電話がつながっています。前田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろ,ますよろしくお願いします。さあ、ランチタイムパイプオルガンコンサートまあ、パイプオルガンなんだろうなってことはわかるんですけど、<laughs> <laughs> どんなイベントっていうかね？企画なのかちょっと教えていただけますか？はい、えー、東京芸術劇場のコンサートホールには？ あのホールのシンボルとも言える、すごく大きなパイプオルガンがあるんですけども、はい。そのパイプオルガンを使って、ランチタイムに、ちょっと短めの、あのコンサートをずっとやっています。うん。え、百四十四回ってなってますけど、今回いつからスタートしてるんですか、これ。オルガン自体はもちろん、あの開館した、えー、もう三十年以上前から使っているんですけども。 ランチタイムパイポールガンコンサートと銘打ってのコンサートは1999年からですので、うん、まあもう20年以上になりますかね。そうですね。うん、なるほど。え短い時間とおっしゃいましたがどれぐらいなんですか。もうタイトルの通りランチタイムに聞けるっていうことをちょっとこう。 お休みの時間を使って聴けるということでやっていますので、えっ、ー、とだいたい三十分から三十五分ぐらいの演奏時間でだいたいやっていますね。チケット料金もとってもお安いですよね。はい、ワンコインご五百円です。ランチのようなね。まあそうですね、ワンコインランチ <laughs> タイムバイポールアンコンサート続けるとそういうことになっちゃいますけど、<laughs> さあ,あれですね、まあ対策コロナ対策はもちろん取られているということですよね。はい。 あのー、今はあのー、コロナのことがありますので全、えっと、席は販売をやめていまして、えっと、間隔を空けた座席配置で、えっと、予約をしていただいていらしていただくっていう形を基本的には取らさせていただいてます。はい、で今月5月27日木曜日開催ということですね。はい大体、はい、いいランチタイムは木曜日にやることにしてるんですけれども。うん はい。今回はシリーズ初登場で大平健介さんという実力があるんですけれどもまだ若手と言ったらいいかな中堅というか、うん、えの実力派のオルガニストをお迎えしますほうそのオルガニストいわゆるパイプオルガンを弾かれる方って人数ってそんなに多くなかったりするんですかねそうですねあのピアニストに比べればずっと少ないと思うんですけれどもやはりオルガン の場合はオルガンの専門的なこうやっぱり演奏法だとか教育を受けた人でないとなかなかこう扱いにくい楽器ですので,んです,よ、ね、すか彼は横浜で生まれて東京芸大の大学院までを卒業した後にパイプオルガンの本場であるヨーロッパ。 特にドイツで学んで、うん、そのままあのドイツでもあの活動を始めて、はい、でついこの間日本に帰国されたっていうう方ななんんでですすねねそこの東京芸術劇場のパイプオルガンっていうのがそもそも珍しいタイプなんですよね。 はい、大変珍しいいタイプだと思いますマルク・ガルニエというフランス人のオルガンビルダーが作ったあのパイプオルガンなんですけれども、えー、とルネッサンスバロックそしてモダンっていう,こう3つの非常に長い時代の音楽をそれぞれこう引き分けることができるもうでパイプの数も9,000本以上ありますのでもう非常に大きな、はいうん、オルガンでそれがかつこう2面になってるんですね。 でこうあのラジオで <laughs> ご説明するのはちょっと難しいんですけども、うんはい、ルネサンスバロック面とそれからモダン面と二つの顔を持ってましてこう回転式でどちらも弾けるようになっています面白い構造になってるってことですねリバーシブルと言ったらいいですかね<ー>、うん、なるほどなるほど今回の中で言うと聞きどころはどんなとこでしょう今回はやはりあのバッハ含めて 何曲か演奏していただくんですけれども、今あのお話ししたバロック面と、それからモダンのオルガンと両方を使用する予定。なので、両方のオルガンをいっぺんに、こう。三十分の中で聴くことができる。すごく、なんかこう、貴重なコンサートになると思います。うあそういうことなんですね。<ー>でも、いいですよね,ね。あんまりその構えた形じゃなくて、はい、こういうランチタイムとかに、これぐらいの。 ワンコインで楽しむことができるっていうのはね、ねいい試みだと思いますね。本当にね。はい、あの、もう演奏も本当お気軽に、あの、ちょっとこうストレス解消みたいな感じでいらしていただけたら、あの、嬉しいなと思います。ね<え>、はい、あのー。ほら、三十分じゃさすがに。 サウナにも行けないし、マッサージもね意外と行き帰りを考えるとね、三十 <laughs> <ー>分ぐらいじゃなかなかね。確かにジムもねちょっと着替えとか考えると、ね、いいですよ。有意義な時間の使い方ですね。パイプオルガン欲っ,ってことでね。浴びてあの 芸術劇場にはあの1階にあのフルーツサンドのお店ができたりおにぎり屋さんもありますのでなんかこうちょっとこう買ってで食べてそれからオルガンを聴いて頂い,いてみたいなこともできるのであいいですねそれは。ね、はい,はいありがとうございます。 ということで今日ご紹介しましたランチタイムパイプオルガンコンサートは5月27日木曜日に東京芸術劇場コンサートホールで開催されますチケット料金は500円で現在発売中です詳しくは東京芸術劇場の公式サイトをご覧くださいはい今日は東京芸術劇場前田さんにお話し伺いましたありがとうございましたありがとうございますどうもありがとうございました